どうも皆さん、ゆきと登場きのこでございます。今日はですね、春に使えるアイテムの一つとして以前多分バンドカラーシャツをご紹介したんですけども、ちょっとそれのアイテムでいいものがあるのでご紹介させていただきたいと思います。ビショップさんで以前コモリというブランドの、バンドカラーシャツを購入させていただいたんですよ。こちらなんですけど、わかるかな、こちらなんですけど、はい。でこのバンドカラーシャツ、ホワイトとブラックがあるうちの私はホワイトを購入したんですけど、めちゃくちゃ使えるなと思って今回動画に出させていただきました。実は私コモリ、お名前は聞いたことあったんですけども、買ったことがなかったんですね。自分がまさかコモリ買うとはってずっと思ってたんですけど、1枚どうしても欲しかったので、ちょっと夏場にも使えるなと思って、長く使えるアイテムとして1枚白のね、バンドカラーの、まあ、ちょっとロングめのシャツなんですけども購入させていただきました。はい、まあ、首元がねこうバンドカラーになっておりまして、で結構透け感がある感じですね。めちゃくちゃ透けるっていうか、ちょっとこう柔らかい質感の透けなので、こう少し上品な感じに見せてくれます。で私サイズはこちら3のサイズを購入しました。0と1、2、3であるんですけど、そのうちの3です。じゃあちょっと早速ね、着てご紹介したいなと思いますので、どうぞ。はい、ということでコモリのシャツを着てみました。これぐらいですなんかさ、白シャツ1枚ドンってこうやって着るの初めてだから、すごく新鮮ですよね。あんまり白シャツ着ないかも。じゃあちょっと最初シルエットからいきましょう。前、横、後ろで手を広げるとこんな感じです、はい。シルエットは普通の白シャツと違って若干長めのちょっとグランバシャツっぽいですよね。ここのねタイ部分もね、プルギ感がものすごく溢れていますし、この横のシルエットも前が短く後ろが長めで、ここがスリット入っているので結構動きやすいです。腕の部分もカフスがこういうちょっと柔らかい丸みを帯びたシルエットになっているのと、カフスの手首の部分と先っちょの部分が少し絞られているので、広げた時にちょっとねこの柔らかめなフォルムがすごく可愛いシルエットとして見出してくれます。であとは今回サイズ3を買ったんですけども、かなり大きめです、まあ、手を広げたらこんな感じだし、体を全て覆ってしまうので、体のシルエット気になる方とかはもしかしたら若干ちょっと着た時に気にはなるのかなと思います。でやっぱバンドカラーなので結構首元がねすっきり見えてます。でも一番下までボタンがないから、こう全部こう締められてこう着てるっていうよりかは、白シャツは白シャツでもちょっと特徴のあるタイプなので、こう着ててすごく楽しいですよね。はい、ということで早速これでちょっといろいろとコーディネートを組んでみたいと思います。はい、まずは1着目、こういうベストとかで合わせても可愛いんですけど、なんか今までの白シャツって結構ここをもう全部インしてこう着てるイメージってないですか？なんか私結構多いんですけど、でもあえてこれぐらいの長さの時ってもう出してしまって、もうベスト1枚で着てしまうっていうのはすごく可愛いと思うんですよ。まあね、白だからこそこういうちょっと明るめなはっきりした色でベスト合わせても可愛いんじゃないかなと思っていますね。はい、赤とかもね結構いいかもしれません。赤のニットの下にコモリの色のバンドカラーシャツ入れてるんですけども、これちょっと緩いんですけど、少しチラッとね白のシャツが見えますよね。こういう風に襟がないことによって首のスッキリ感が見えて、なんかこうちょっと大人っぽくしてくれるんじゃないかなと思います。赤のニットだけとかって寂しいなって方とかは、まあ、若干ねこれのニットがちょっと大きいんですけど、こういう感じに白シャツを出してあげることでコーディネートも変われるので、すごくおぬぬめです。まああとはちょっとこれはどうだろう、人それぞれかもしれないけど、私かやってみ可愛いなと思ったのが、今下にバンドカラーシャツ入れてるんですよ。で上に同じようにシャツ、ビッグシルエットのシャツを上入れて、でベルトを縛ると、なんか若干ちょっとねウエストマークがしっかりしたちょっとこうシルエットが可愛いこうシャツの着こなしみたいな感じにできますよね。でやっぱり色味が結構はっきりしてるものを上に持ってきて、中に白を持ってくると結構コントラストもはっきりして、でちょっとなんかレイヤードを楽しめるんじゃないかなと思います。これかわいいな。まあこれはインするかしないかによるんですけど、結構これ自体がすごくビッグシルエットじゃないですか。なのであえてもう上をダボダボにして、ウエストしっかり細めなこういうプリーツスカートでベルトをして合わせるっていうのもすごくかわいいと思います。ちなみにインをするとこんな感じです。スッキリ見えますよね、やっぱりインした方が。で右手は巻いてないタイプ、左手はロールアップをしてるタイプで見ていただきたいなと思います。
いいですよね。なんかこれぐらいの透け感の白シャツだったらなんかすごい使いやすそうですし、生地感も柔らかいので着ていてこう動きにくさとかがあんまりないのがすごく嬉しいですよね。もうね、なんかバンドカラーって結構インして1枚で着ていただくことで結構パキッとした印象にしてくれるので、メンズライクやボーイッシュとかが好きな方とかはバンドカラーをおすすめしたいです。以前おすすめさせていただいたんですが、こういうデニムジャケットの下にバンドカラーシャツとかもすごくおすすめですね。結構本当にニットとかだ、ニットのね結構首すっきりされてること多いんですけど、やっぱりシャツを1枚パンって着るだけでこれぐらいしっかりシャキッとして見えるんですよ。で今ねちょっとダントンの以前ご紹介したオーバーオールを着てるんですけども、あのバンドカラーシャツの上に着るとこんな感じです。結構なんかねパキッとした印象になりますよね。はい、っていう感じに結構こういうなんか白シャツって1枚持っているとだいぶ使い回しが効きます。特になんかその白シャツは白シャツでも素材感、質感、そして色味ですね、あとそのサイズ感、この4つは結構見ておくと便利かもしれません。やっぱりどれだけ自分が可愛いなと思った質感、なんかサイズ感だったとしても実際着たら固めとか、あとはなんか動きづらいとか、あれ思ってた色ちょっと色と違うとか思うと思うんですよ。で結構清潔感があって、かつこうサイズ感も自分の中でこう好みで柔らかめなちょっと生地がいいっていう方とかは、あのこのコモリはものすごくおすすめです。でやっぱりなかなかコモリ、あのこの白シャツ1枚に2万3万もかけれない方も多いと思うんですよ。えみんな一緒じゃんみたいに、似てるやつ買ったらいいじゃんと思うんですけど、こうずっと着ていく1枚に、まあ、2万をかけてみようということで今回はちょっと挑戦として買ってみました。はい、まあね、なかなか勇気はいるよね、あの白シャツにさ2、3万ってさ。まあでもこれ普通の白シャツやなくて若干グランパみたいな形やから、こうちょっとなんか特質があるタイプのデザインのものにはなるんですけども、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。まあ一応ねメンズレディース両方とも着れるサイズなので、気になる方はぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ニュキと登場キノコでございました。ではバイバイ。